アルコレの戦いフランスがハプスブルク帝国を破る戦時のミサハ町長峰坊県22-9はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1796年に作曲したミサ曲。ハイドンの後期六大ミサ曲の一つ、アニュスデでティンパニが活躍するため太古ミサとも呼ばれる。作曲当時、ハプスブルク家は第一次大仏内同盟の一員として、 フランスと交戦していたが戦況は思わしくなかった。題名は当時の状況を反映している。演奏時間は約40分。1795年2回のロンドン旅行からウィーンに帰ったハイドンは旅行中に新しくくいに着いたエステルハージ公爵ニコラウス2世の要請によってエステルハージ家の学長に再び就任した。学長としての主要な仕事の一つに 毎年ミサ曲を作曲して、公爵夫人、マリア・ヘルメン・ギルデの生命祝日である9月8日に、アイゼンシュタットのベルク教会で演奏することがあった。ハイドンは1796年から1802年にかけて、ほぼ毎年この義務を果たした。ハイドンの後期六大ミサ曲は、このようにして作曲されたものである。 六大ミサ曲のうち最初に作曲されたのが本曲とハイリッヒミサの2曲であるが、実質原稿にはどちらも1796年の作曲年が記されており、どちらが先に作曲されて1796年9月に演奏されたかについては、議論が分かれる。1796年12月26日にウィーンで初演されたとも言う。 ロンドン旅行から帰って、以来公共曲を書かなくなり、純粋な還元楽曲は、トランペット競争曲以外存在しない。晩年のハイドンの還元楽の作曲能力は、オラトリオとミサ曲に発揮された。ハイドンにとっては1782年のマリアツェルミサ以来14年ぶりに作曲されたミサ曲で、あるが、前期のミサ曲と異なって、後期のミサ曲では、還元楽の比重が増し、 声楽の要素と気楽の要素がより密接に結合する特徴がある。助走付きのソナタに似た形式を持つ。ゆっくりした序に続いて快速な主部はソプラノの独唱で始まり合唱によって盛り上げられる。アルト独唱から展開部になり途中からクリースタに変わるがすぐにキリエが再現する。三拍子の華やかな曲で合唱の ままに気学の実による部分が挿入される。クイとリースは、牧歌的な美しいチェロ独奏で始まり、バス独唱によって歌われるが、サスキペの部分が合唱によって強調され、そこから単調へと向かい、静かに終わる。コニアムから、再び最初の調子に戻り、アーメンコーラスへなだれ込む。華やかな開始部分では、ミサブレビスのようにセ部ブによって異なるテクストが、歌われる。 エインコネタスエは破綻調で、静かなバス読唱に始まり、他の読唱者と合唱が加わってゆく。エレスレクセットは3拍子の速い曲。イバイトムから複雑なアーメンコーラスになる。アルト読唱で始まるが、すぐに合唱に引き継がれる。プレイにスントから速くなり、明るいホザンナーで終わる。破綻調に変わり、前奏は、スタッカートの刻みとティンパニの音が強調される。 ソプラノの読唱を他の読唱者が伴奏する風変わりな音楽である。途中から蝶々に転調する。ホザンナもそのままの速さで歌われ、合唱が加わる。三拍子、合唱によって穏やかに始まるが、伴奏のティンパニがはじめ遠来のように聞こえ、徐々に音量を上げていく。金管楽器によるファンファーレも加わる。高速なドナノービスは、 キンパニと金管楽器のファンファーレに始まって派手に盛り上がる。ありがとうございます。